ベオルンウルフのコインベオルンウルフは9世紀の7、王国時代に存在したマーシア王国の王。彼の統治の際に、マーシアはアングロサクソン社会においての優位性を失い、ゆえに2年間のみの在位であった。ベオルンウルフの出自は分かってはいない。彼の父は、ベオルト・エルドと呼ばれ、マーシアの貴族であり、またエアルドルマンでもあったという。812年のコエンウルフ。 823年のチェオルウルフの直所にベオルンウルフという名前が記されているが、この直所で書かれた人物はとりわけ高い地位にあったわけではない。チェオルウルフは823年に王座を割れ、ベオルンウルフが王となった。この時には、ウェールズ北部のポーイスはマーシアの支配下となっており、その段階でベオルンウルフが政権をすでに奪取していたのかどうかはわかってはいない。 残されている記録によればベオルンウルフは、戦王、チェオルウルフよりも、勢力的で度重なる戦いを継続することは、あり得ることであったので、ポーイスの征服は、ベオルンウルフの代の始まりに遂行されたのではと、考えられている。そしてすぐに彼は、後のグロスター大聖堂となる聖ペテロ修道院を、建設する。824年と825年に彼は、 カンタベリー大司教、ウルフレドと共にクロフェッションの教会会議を掌握する。825年、ベオルン・ウルフは、ウェセックスに侵攻、しかしエランダンの戦いで、ウェセックスをエグバートに手痛い敗北をこむる。また、エグバートの息子エゼル・ウルフは、剣ン王国に侵攻、親マーシアであった剣ンを王バルドレドを追放する。この一連の出来事でマーシアのイングランド南部の、 勢力に急速に陰りが見え始めるようになる。イセックスとサセックスは、マーシアから、ウェセックスのエグバートに忠誠を誓うようになり、ウェセックスの助力で、イーストアングリアに戻った。アセルスタンはこのマーシア支配が劣勢になった情勢に、加担。ベオルンウルフは、反乱を鎮圧する際に殺された。現存する直所の一つには、ベオルンウルフの知性は3年。 825年までとも書かれている。彼はまた自らの名の刻まれたコインを発行したが、知性の最中に頓挫してしまった。そのために現在では彼の発行したコインを見ることは稀であり、25枚のサンプルしか残ってはいない。ありがとうございます。